ドリュー・ドルリー、ドリュー・ドルリーは、イギリスの昆虫学者である。ロンドンのウッド・ストリートで生まれた。父親は、銀座育章で1748年から、父親の仕事を継ぐが、1789年に仕事を引退した。昆虫学に興味を持ち、多くの植物標本を集め、図鑑、イラストレーションズ・オブ・ナチュラル・ヒストリア、 イラストレーションズ・オブ・エキゾチック・エントモロジーを出版した。1770年から1787年に出版された図鑑、イラストレーションズ・オブ・ナチュラル・ヒストリーは3巻で240枚の珍しい昆虫の図が載せられていた。後に改訂され、イラストレーションズ・オブ・エキゾチック・エントモロジーとして再刊された。図版はハリスが描いた。昆虫の標本については、 他の収集家のコレクションを購入するなどして、1万種以上のコレクションを作り上げた。この標本を調査するために、デンマークの昆虫学者、ヨハン・ファブリチュースがロンドンを訪れた。ドルリーの没後、この標本は、友人の昆虫学者、カービーやドノバンらに売却された。1780年から1782年の間、ロンドン昆虫学会の会長を務めた。 キバガの一種ヘルマン赤ザキバガクラソエステアドローレラの種商名などに懸命されている。ありがとうございます。